皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021情報を紹介していきたいと思います。はい、ということで7月29日お知らせがいくつか来たということで、神々なんですけど紹介やっていきたいと思います。まずはデータ連携解除の機能変更についてということで、コナミ ID とゲームアカウントのデータ連携を解除する機能についてご案内ということで、本日メンテナンスで実施した機能変更によって eFootballポイントをご利用済みのお客様はコナミ ID とゲームアカウントのデータ連携を解除することができなくなっておりますということで、解除ができなくなったんですね。これまで eFootballポイントをご利用済みのお客様でもコナミ ID とゲームアカウントのデータ連携を解除することが可能でしたが、再連携は同じコナミ ID とゲームアカウントの組み合わせのみでが可能で、分かりづらい点があったため今回機能変更がされたみたいです。はい、今後多分コナミ ID 変更しようかとか思ってる方多分いないと思うんですけど、その辺注意してください。再連携はできますけど同じアカウントじゃないと無理ってことですね。はい、まだポイントをね、利用していないという方はデータ連携解除することは可能なようです。この利用する前っていうのはポイントと、アイテム交換したりっていうことだと思います。そして、今ちょっと気づいたんですけど、 eFootballポイントのところ結構スルーしたんですけど、 eFootballのところにこの TM の部分つきましたね。eFootball2022 の、情報だったり紹介した中にeFootballにこの TM の部分ついていたんですけど、この TM の部分なんて言うんでしたっけ？はい、もうね、すぐ忘れてしまうんですけど、今まで2021の、お知らせではこの TM の部分ついていませんでした。これがつくことになったということは、これは来作も引き続き使えるんじゃないかなということが言えそうですね。はい、またその辺のお知らせは8月になったら来るんですかね。確実にeFootballポイントを来作に使えるように、近づいたんじゃないかなって思います。はい、そしてもう一つお知らせ来てるんですけど、ヤングスターズ応援キャンペーンということで、世界を熱狂させる若手選手たちが応援する気持ちを込めて特別なログインキャンペーンが始まるみたいです。もうこれは間違いなくオリンピックのこと言ってますね。大人の関係で多分オリンピックって言えないんでしょうね。キャンペーンで獲得できるスペシャルエージェント、レジェンドワールドワイドクラブズからは必ずレジェンドが獲得できるということで、レジェンド確定ガチャチケがもらえますよっていうことが書かれてます。はい、内容なんですけど、GP です。 GP が7万5千かな、GP 全てもらうことができればもらえますし、最後ですね、8月7日から8月12日この期間にログインするとレジェンドの確定ガチャ券がもらえるみたいです。ヤングスターズ応援ログインキャンペーンなので、なんか若手の選手だけみたいなことなのかと思ったら特に書かれてはないです。何がヤングスターのキャンペーンなのか分かりませんけど、レジェンドのね、このガチャ券もしかするとヤングスターだけしか入ってないのかもしれませんね。はい、その辺は8月7日は土曜日なんですけど、はい、その辺チェックしてみるといいと思います。来週ですね。今週の土曜日から、来週の土曜日にかけて、ログインキャンペーンがあるって感じですかね。はい、そして、こちら eFootball 優勝予想キャンペーンの報酬配布のお知らせということで、下記の期間においてインターナショナルカップ予想キャンペーンに参加した皆様に報酬がお配りされましたよっていうことです。優勝グループはどちらも E グループの優勝ということで、これ今回ね、期間が2つに分かれていました。先週ね、祝日だったということで、そういう関係で2週分がね、今回配布されたという形なんですけど、的中してたという方は1000 eFootballポイント、的中しなかったという方は100ポイントがそれぞれ入ってると思います。その辺入ってるかは確認してみてください。自分は一回予想するの忘れていたはずなので、どちらもかはもらえてないはずなんですけど。どちらも E グループが優勝したんですよね。はい、ちなみに、こちらがグループ分けなんですけど、E グループというと、イングランド、デンマーク、ルーマニア、コロンビアということで、デンマークを使ってた方は多かったんでしょうか。結構意外なところが優勝したなっていう個人的に印象があります。オランダ、ブラジルなど G グループなんかは強そうですし、イタリア、アルゼンチンが揃ってる H とか、この辺が来るんじゃないかなと思ってましたし、あとは、単純に強いフランス、こちらが入ってる B とかが来るんじゃないかなって思ってたんですけど、まさかの E が優勝ということで、来週以降も確か2、3週はまだあるはずなんですけど、その辺の予想のね、参考にしてみるといいと思います。今回、2週分ね、どちらも E グループが優勝してるので、来週ね、また E にかけるか、他にかけるか、その辺もね、駆け引きしてみてください。ちょっと意外なところでしたね。はい、ということで、今回は最新情報を紹介していきました。いかがだったでしょうか。いろんなね、お知らせなんかを紹介したんですけど、
まあ今回の情報でおそらく e フットボールポイントを来作も引き継がれるんじゃないかなとは思います。まあ TM がつきましたからね。まああとは今週ね、土曜日からログインキャンペーンだったりも始まりますし、街でのね、予想なんかはありますので、そちらもぜひ参加してみてください。こちらのチャンネルではこのような2021情報だけじゃなくて、最近はやはり e フットボール2022情報もね、どんどん出てきたので、そちらもね、まあ考察動画だったりとか最新情報動画として紹介やっております。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。